この方です。はじめまして。はじめまして、ね、はじめましてじゃないですね。お久しぶりです、はい、どうも。試合はずっと先もやってるの？あ、やってます、はい。あ、はい、試合はまだこのトップロックこうやって歩いてるもうやってます、はい。あれ、たまになんか滑って起こったりしたことはないですか？ですね、今まで2回だけあります。ある？2回だけあります、はい。どこで落ちたの？ですね、1回目が、うん、道のくプロレスの10周年の記念大会を東京でやった時に、ね、そこで初めて落ちたんですよ。で、2回目は、その後、何年か経って地元の徳島の大会で、徳島で結構だから、まあ、なんか大事なところで、どこで落ちちゃった、はい。それ、滑ったら完全に踏み外し、もう完全に踏み外しですね、はい。危なくない？でもあれ踏み外して落ちちゃった。まあ、そんな怪我はしないんですけど、やっぱりどっちかというと、すごくその、恥ずかしい方が多いですね。新崎人生選手もプロレスキャリアも30年近くなってきてると思うんですけども、そうですね、はい、その中でなんかこう、はい、思い出に残ってるビッグマッチとか、はい、自分がこうキャリアの中で、はい、まあ、2つそのターニングポイントというかですね、はい、があって、まず1つこれ一番大きかったと思うんですけども、はい、WWE から日本に一番最初にまあ凱旋した時に戦った、うん、ザ・グレート・ムタ・セブンですね。東京ドーム、はい、東京ドームです、はい。ああ、はいはいはい、はい、あ、そう、あれがね、自分の中でそういう緊張っていうか、はい、まあ、ターニングポイントだったんですね、はい。まあ、もともとその WWF に行こうと思って、うん、こう行ったわけではなかったので、そのトライアウトとかそういったものを受けたわけではなかったので。どういう国だったの？平成6年とかにマニアツアーって言って、はい、その当時 WWF が日本のこうツアーをやったんです、はい、横浜アリーナとか、はいはいはい、名古屋とか大阪城ホールとか、そのツアーに要はこう日本人枠っていうのがあって、はい、その中の一人としてまだキャリアもまだ1年目ぐらいだったんですけど、はい、日本人キャラだったので、その当時から今の同じスタイルだったの で、うん、でそこにまあ推薦していただいて、当時ゴングの竹内さん、はい、でそこに出ることになったんです、うん、で、まあ、ちょっと何かインパクトを残したいなっていうふうに思って、うん、あの体にお経を書いて、うん、でそのマニアツアーに出たんですね、うん、そしたらこう大阪城ホールでアンダーテイカーとシングルマッチがあったんですけど、え、もうその時に、はい、いきなり。そうなんですよ、本当にまだ何もこの業界のことが、はい、分からないような状態の時にですね、あ、はい、で、あの試合後に、当時 JJ ディランっていう副社長がいて、その方が試合が終わった後に急遽報道の方を集めて、僕呼ばれたんですよ、うん、で、新崎近々あのアメリカに呼ぶからっていうふうにそこで言われまして、はい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 、半年後ぐらいにアメリカに呼ばれたんですね。その時の試合をちょっと覚えてる？もうでも3分、4分ぐらいでやられましたけど、はい、ものすごい緊張しなかった？それ緊張したかどうかもちょっともう忘れてしまいましたね。はい、そんな新崎人生自体も知られてなかった頃だったと思うので、